ばんは。こんばんは。こんばんは。始まったかな。お、始まったっぽい。こんばんは。皆さん見えてますか。こんばんは。こんばんは。はい、それでは早速ですけどもタイトルコール行かせていただきます。はい。はい、題して。ST48 新メンバーお披露目特別生配信。はい、こんばんは。皆さんたくさんコメントも来ております。見えてますかね。はい、そして皆さんこんばんは。本日の MC という大役を初めてこう任されてしまいましたST48 の三吉ありさです。はい、もう本当にね、こういう MC なんか任されるようなタイプの人間じゃないのですごいめっちゃ緊張してるんですけども、皆さん温かいコメントお待ちしております。最後までよろしくお願いします。イエーイ。はい、じゃあこの番組の説明をさせていただきますね。この配信は ST48 に新しく加入してくれた4人のお披露目する特別生配信です。そのままです。はい、4人の個性や魅力を視聴者の皆さんに知ってもらうためにさまざまな企画にも挑戦していただくので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね、あ、もうみんなはショールームやってるよね。毎日やってます。毎日やってる。毎日やってます。でもあいつもたまに自分が配信する前にこうちょっと見たりして。そうね。私も見てます。見てます。ありがとうございます。でも皆さんショールームはねもう分かってると思うんですけども、改めまして説明をさせていただきますと、ショールームは右下にあるこっちかなアイテムを投げたりコメントを書き込んだりして私たちと一緒に盛り上がることができます。コメントやアイテムを投げるためには無料のアカウント登録が必要なので、皆さんよろしくお願いします。そしてホーム画面左上の3本線を押すと表示される登録からアカウント無料のアカウント登録ができるのでよろしくお願いします。かわいい。そしてね、皆さんからのコメントはこのiPad で見れるようになってるので、たくさん読んでいきたいと思います。もうギフトとかも投げてくれてる。お、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。すごい桜が舞ってる。すごい花びらが。何人だろう。結構見てくれてるんかな。うん、見れるとこない。あ、2447って書いてます。すごい、2000名。ありがとうございます。2000名様ありがとうございます。アリちゃん進行ってきて、そうやばいですよね。皆さんアリさん MC 頑張ります。はい、そしてですね、なんと今日の配信を記念しまして特別に視聴者プレゼントをご用意しました。気になるプレゼントは、はい、今日出演しているメンバーのサイン入りチェキです。わー、イエーイ。これはですね、エンディング時点のユーザーランキング上位3名様にプレゼントさせていただきますので、皆さんゲットしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はこの5人で配信を行っていきたいと思うんですけども、緊張してますか皆さん。いや、アイサが一番緊張してる。意外と落ち着けてます。落ち着けてる、はい、準備が汗汗だったみたいな。ちょうどお腹すく時間なんですけど、はい、お腹空いてる人。お腹は空いてます。みんな空いてるよね。6時だもんね。アイサもいつも6時ぐらいにはさ夜ご飯食べるみたいな生活だから、最近おじいちゃんおばあちゃんぐらいで。だからめっちゃお腹空いてます。食べよう、終わったら食べたいね。食べたい。じゃあ眠い人。はい。あっぴー、子供だから。バブちゃんだから寝る時間だよね。いや私たちはね、でもなんだ、一緒のお仕事がまだこうお話し会、直接会えるお話し会とか、あと PR 舞台のね
発表のね、配信とかでしかまだこう一緒にお仕事をさせていただく機会がなかったので、本当にね、全員って感じだったよね、その時は。だからこう、一体みんなみたいなでね、やることがなかったので、本当に私はコミュ障だからみんなに話しかけるに行くことができず今ここにいるのですごい緊張しております。皆さん今日はよろしくお願いいたします。みんなより先に、一足先にこうみんなと仲良くなれる機会がね、この配信でいただけたんじゃないかなって思うので頑張ります。よろしくお願いします。はい、それでは研究生のみんなに一人ずつ自己紹介をしてもらいたいと思います。はい、じゃあ、あずみん。はい、岡田あずみ、19歳、広島県出身です。私は皆さんを笑顔にできるような、元気を届けれるような太陽みたいなアイドルになりたいです。よろしくお願いします。あずみん、あずみんは、はい、最初ちっちゃって思いました。本当に148、だ一番小さいんですかね。一番小さいよね、多分。はい、アイサが中1で入った時が148cmだった、そう、そうなんですか。ちっちゃって思ったよりちっちゃくてもかわいいと思った。でも直接会うと、想像よりもちっちゃいねってよく言ってもらいます。なんかあれだよね、オンラインでは分かんないけど、直接会えるやつだったらね、あんな方にも言われそう。でも最初の頃はなんかちっちゃすぎて台に乗ってたよ、話が。そうなんですか。だから それ組だよ絶対。モテるって言われる組ですね。じゃあなんかいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、何がいいかな。あずみん、じゃあ特技教えてください。特技はサックスです。ねえ、サックス、ゆみりんと一緒。そうなんですよ。すごい。なんか中学校の時に吹奏楽部に入ってて、それでサックスを吹いてて、それがきっかけで、今もちょくちょく練習しながら。かっこいい。だからいつか滝野さんと一緒に、なんかそう、サックス吹いたり、ね、ステージの上でできたらいいなって思ってます。見たい。めちゃくちゃかっこいいサックス。じゃあ、なんだろうな、アイドルになりたいと思ったきっかけとか聞いてもいいですか。はい、スクールに通っていて、その時のなんかステージに立った経験とか、その時のファンの方々とお話しした経験とかがすごく自分にとって大きくって、それがきっかけでアイドルになりたいなと思って、今回もオーディションを受けました。実はね、私たちはもう知ってると思うんですけど、はい、もっとね、アッシュ生というか、アッシュの卒業生っていうね、何、同じ共通点、大先輩です。本当にね、そんなことはないんですけど、共通点がありましてね、はい、でもアイソも本当にね、こうちっちゃい頃からね、歌とダンスやってたから、みんなと一緒に。だからね、やっぱ先輩を見てるとね、なりたいと思うよね、はい。あと、あずみんはもうこの中で一番年上なので、私じゃなくてあずみんが一番年上なので、こう人生の先輩としていやいやいや頼っていきたい。はい、あずみんに頼っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あずみ先輩、いやいや、やめてください、やめてください。あずみ先輩、そんなやめてください。じゃあ続きまして、はい、りおつん、はい、お願いします。中学2年生、13歳の広島県出身、リオくんこと岡村リオです。私のなりたいアイドル像は、なんか少しでも多くの方の心に残って支えになれるようなアイドルになることです。例えばその学校とかお仕事とかで辛いこととか、悲しいこととかがあるとは思うんですけど、例えばパフォーマンスを通したりとかで、その時間だけでもそれを忘れられたりとか、ちょっとでも元気になれたり、リオに会いたいなって思ってもらえるような存在になりたいです。よろしくお願いします。さすがです。もう完璧です、100点。ありがとうございます。さすがです。リオツンはでも4人の中でね、唯一一緒にね、やってたよね。はい、そう、かぶってるというか、一緒にこうアッシュ時代を共に過ごした、はい、仲間みたいな感じなんですけど、じゃあどうしようかな。アリサの印象、
印象はいいですか？印象はある？なんかずっと前から、うん、有沙さんのことずっと尊敬する先輩って言ってたんですよ。で本当にもうおしゃれだし可愛いしもう本当に好きです。ありがとう。でも有沙も初めて見たのが小1とかよね、はいはい、の時に有沙が小4ぐらいだったんですけど、確か小1の時からすんごい歌が上手くて、やばい子が来たってめっちゃ思った経験があります。あとなんかリュック一緒だったよね。はい、そうなんですよ。リュック一緒だったの？そう、たまたま、そう、あいさがずっとね、アッシュに持ってってたリュックがあって、はい、なんか同じの背負ってる子来たよ。すごい。そう、それが初めましての印象かな。そうです。じゃあリオツンにも聞こうかな。アイドルになりたいと思ったきっかけはありますか？なんか保育園の時になんか AKB48 さんがテレビに出ているのを見て、その時に大声ダイヤモンドっていう曲を歌って踊ってらっしゃったんですけど、その時になんかめっちゃ釘付けになって、でそこからなんか自然となんか歌って踊るのが好きになって、そこからこの人たちみたいになりたいってお母さんに言ったら、アクタースクール広島を紹介してくれたので入ることになりました。見たことあるかも。衣装をさ、はい、なんか AKB さんのね、はい、似てるのを作って動画上げてるの見たよ。はい、めっちゃ上手かった。アッシュに入るきっかけが AKB さん。はい、すごい。じゃあ、はい、なんだろうな、憧れのアイドルも AKB さん。STU48 の中だったら、アッシュ、アリサ先輩と、やった今村美月先輩と中村舞さん。そうだよね、ありがとうございます。入ってた。イエーイ。よろしくお願いします。ピオツンです。ありがとうございました。じゃあ続きまして、くるくるお願いします。はい、広島県出身、高校2年生16歳の呉島優香です。私は見た人が自然に笑顔になれるような清楚系で面白いアイドルになりたいです。よろしくお願いします。大事よ、清楚グループだもんね。清楚グループ。はい。じゃあくるくるはめっちゃ気になったことがあるんやけど、はい、特技に空気を読むことって書いてあったんですよ。どういうことですかこれは。特技ですかね。特技なんですけど、周りの空気を読んで、あ、今は静かにした方がいい。ここはなるほど、ね、場を盛り上げた方がいいのかなとか、空気を読むのが得意です。すごい。めっちゃいい特技だね。すごい。じゃあ今日はいっぱい盛り上げてもらってお願いします。そうなの、くるくるも共通点はピオニーだったことやな。はい、アイサが初代ピオニーやらせていただいてたんですけど、そのね、後継者みたいな感じで後から入ってきてくれてね、後継ぎしてくれたんですけども、じゃあオーディションでの思い出とか聞いてもいいですか？はい、オーディションの時は公演をさせていただいたんですけど、なんか毎回こういろんな反省点とかあって心が折れそうになるけど、みんなで支え合ってこうだんだん褒められることも多くなったっていう経験がすごい嬉しくて、ステージに立つ楽しさとかも分かって、またステージに立ちたいなと思いました。すごいよね、本当に STU にね、なる前というか候補生だっけ、はい、時代からね、こう有沙たちと同じようにこうステージに立って公演してるの、もう尊敬です。すごいって思ってました。有沙ちゃんとね、ニューウェブプレジュールクッキャプロジェクト。そう、YouTube とか、はい、TikTok とかでね、見てて、なんかスタジオ、なんて言ってる、スタジオだっけ、キュースタ、ね、に、こう鏡をガラガラガラって持っていくのとか懐かしいなって見てました。嬉しいです、ね、ありがとうございます。じゃあ続きまして、最後のノーピーお願いします。はい、STU48研究生の諸くずのノーピーです。広島県出身です。私は自分と同じぐらいの同年代の中高生とか、あとは
自分よりもまだ下の小学生とか幼稚園とかの子からナオピちゃんみたいになりたいみたいな感じで言ってもらえるような人だったり、こうなんだろう、すごい優しい雰囲気のアイドルになりたいなって思います。よろしくお願いします。ぜひ女の子を引っ張ってきてもらってよろしくお願いします。皆さん引っ張りました。じゃあのんぴにも特技を聞きたいですね、はい、特技は特技ですね特技は自分は今はちょっと最近練習あんまりできてないんですけど、うん、バイオリンと水泳です。すごい、うん、楽器ね、楽器できる、そうなんですよ、ね、だからノアピともね、いつかなんかできたらいいよねって思う。青いひまわりとかあるしね、はい、っていうにはそう。でもアイさんも一応ドラムをやってるんですよ。おお私聞いたことあるんですよ。で、なんだろうドラムで青いひまわりに入って、でなんかノアピもなんかあずみちゃんもぜひ青いひまわりに入ってなんか、ね、全員でガーンってできたら、ね、でもなんか申請みたいなのが必要らしいからね、3人でこうリーダーの青いちゃんにね、何オーディションでもしてもらいますか。話してくださいって、ね、やってみよう今度。あとアリサさんって、うん、ウクレレができるって聞いたことがあるんですけど、ちょっと私も、うん、ソンとか一音の、うん、ウクレレはできるんですけど、ぜひセッションしてもらえませんか。ウクレレはできないです。ごめんなさい。あのね、本当にね、最初はファンの方からプレゼントで、やってきて、本当に頼んでもないのに頼んでもないのになんかやばいのかと思って見てみたらウクレレで、なんかね、一応レッスンに通ってやってみたけど、なんかこういうのが苦手だった、こう手動かす系のやつが、そうだから今飾ってます。そうだからもう預けたよ、ノアピ頑張って預けられた頑張ります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、全員の自己紹介が終わったところで、ここからは他己紹介という形で、はい、自分ではなかなかアピールしにくい魅力を他の3人からこう教えてもらう形で深掘りしていきたいと思います。イエーイ。みんなはあれですか、オーディション前とかはどんな感じで、はい、クラス一緒とかあった？クラスが私とゆうかちゃんが同じクラスでレッスン受けてたけど、はい、ここは私は違います。一緒になったことは何感じです？じゃあオーディションでも4人がって一気に仲良くなったみたいな、うん、オーディションとオーディション後のこの ST48 合格してからの期間でより距離が縮まったかなって感じです。そこでね、みんな知った良さをたくさん皆さんに伝えてもらって、はい、これからもっと仲良くなりたいと思いますそうだね、これからねそうだね。じゃあ、スケッチブックにね、はい、みんないいところを書いてくれたんだよね。じゃあまずは、そうですね、あずみちゃんの自己紹介からいきたいと思うので、はい、りおちゃんお願いします、はい、じゃん。お、安心感があって気遣いができるところ嬉しい、わかるなんかすごい、なんかユニットも結構一緒に組んだりとかして、結構一緒にいる時間も長かったからだとは思うんですけど、すごく一緒にいると安心感があるし、それになんかその NWP の時もなんかまとめ役みたいな感じなんですけど、あだをしてくれてたんですけど、なんか普通にまとめるだけじゃなくて、なんかみんなの意見を全員聞いて、なんかちゃんと一人ずつ尊重してあげたりとか、なんか声のかけ方が本当にお上手だなと思って恥ずかしい恥ずかしい褒められてますけど、どうですか、あずみ様。いや、恥ずかしいけど嬉しいです。嬉しい。めっちゃうまそう、こうリーダーまとめ役みたいな、いや、二人です。じゃあくるくる、はい、じゃん。実は面白い、優しくて安心感があります。やっぱりリオツも書いてたけど、
あずみちゃんの安心感、あずみちゃんといる時の安心感がすごくて本当に頼れる存在です。で最近より仲良くなったんですけど、面白い一面も知れてすごく楽しいです。安心感大事。いやちょっと言葉で出ないですね、コメントが全然ママやできない。照れる、ね、ノーピーお願いします。あずみんはですね、しっかりしているけど、うん、すごい頼りになるけど、うん、けどあのなんだなんだ、ここに入りきらなかったんですよ、うん、すごい面白いんですよ。あの変顔とか、いやちょっと裏でちょっとしちゃったりして、そう隠れてね、なんか隠れてあれみたいな。同じ B クラスじゃない、間違えました。あのオーディションの時に B グループだったんですけど、うんうんうん、その時に何だろう、全体的にこうまとめてくださって、あのくれるからすごい助かるなって思ったり、うんうんうん、なんだろう、あこういうとこあーいいねみたいなのだったりだったりするから、そうそういうところがすごい頼りになれたって思いました。いやありがとうございます。ありがとうございます。みんな意地悪で変顔プリーって来て、いやいや絶対にしないです。断られましたね。絶対にしません。残念です。じゃあ続きまして、リオツンのいいところを行きたいと思います。あずみんお願いします。はい、じゃん、リオちゃんは努力家さんでまっすぐ、うん、ザ・アイドルです。わかる。なんか一つの目標に向かってすごくまっすぐ努力して頑張る子だなっていう印象があって、で本当にそれって簡単なことじゃない、うん、なかなかできないから、うんうんうん、そうすごいすごいなと思って、私はすごく尊敬してます。ありがとうございます。ですごくリオちゃんは4人の中でも一番こうザ・アイドルって感じの子だなと思ってて、これからもねもうザ・アイドルをキラキラと輝かせて、もうキュンキュンさせてください、私も一緒に。はい、ありがとう。みんながザ・アイドルって言われてる、ね、どうですかリオくん。やっぱ照れますね。ダメだね、照れる回だね。じゃあくるくるもお願いします。はい、ストイックでザ・アイドル。リオくんはこう毎日の食事とかも、うん、カロリーを計算して記録してたり、マジ、はい、筋トレとかも毎日ちゃんとしてて、本当にすごいなと思って見習わないといけないなって思ってます。すごいよね、カロリー計算、はい、今度教えてください。この前商品までさ調べて、ね、これどこのなんていう名前って言って検索出てこない。めっちゃ可愛いなと思って。1日何カロリーまでとか決めてる。1100ぐらい。すごい。それ嬉しい。すごい。すごいね。うん、ノーピーもお願いします。はい、とリオちゃんは歌が上手で可愛いポーズもすごい可愛いなと思います。歌よねリオちゃんっていうのね。なんか圧縮に入った時に、うん、あの。そのりょうちゃんの歌が上手だって聞いたことがあって、うまいんだろうなって思って、あの聞いてみたら、自分の得意って言ってた低音がやっぱりすごい上手だなと思いました。ね、みんなね、みんなアッシュ生だからね、やっぱ期待が高いから、みんなまだ歌も完璧なんじゃない。いや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 、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。頑張ります。頑張ります。続きまして、くるくるのいいところを、はい、あずみちゃんからお願いします。くるくるは、じゃん、癒し度 100% 空気感が可愛いです。本当にくるくるといるとね、すっごく癒されます。だし、あのちょっとここには書いてないんですけど、結構面白い一面もたくさんあって、一緒にいてそのなんか空気感がすごいほんわかして、私は楽しいなって思ってますね。嬉しいです。れてる、
優しくて空気が読めるなんか本当に優しくてもうザ優しいでなんか特技にも書いてたんですけどなんかやっぱりその空気が読むことがすごく上手だしそのそれだけじゃなくてなんかこう求められてるものに、うん、あの絶対に答えるんですよ、うんうん、例えば変顔一緒にするってなったら全力でしてくれるしみんなだけで変顔変顔やりますよ3人ともすごい変顔するんですよ3人ともやったじゃあ今度ねみんなでやってもらいましょう楽しみじゃあノーピーお願いしますはいダダン一緒にいてとても落ち着くしずっと話してられるなって思いますみんなくるくるマークつけてて可愛いんだけどくる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 これ全員ねペンライトカラーで揃いましたあで紫がなかったので青にしましたおすごい可愛いほら可愛いペンライトカラーやったんやさすがノーピ揃いましたじゃあ最後はそんなノーピのいいところをあずみちゃんからお願いします、はい、気になる気になりますじゃんノーアピは天真爛漫で可愛い最年少です、うん、バイオリン描いてくれてるそうバイオリン描いたよめっちゃうまいイラスト調べて私より前上手急いでもうパパって描きましたそうめっちゃ天真爛漫で本当になんか見た目はすごくスタイルがノアピよくって、うん、あのこう大人っぽく見えるんですけどでも喋り出すとこの中学校1年生らしい最年少らしい可愛い部分がたくさんあってそこが本当に魅力だなと思ってますやっぱ言われると照れます照れます可愛い可愛い可愛い中1らしさがね、うん、あるよねありますじゃあ好きの自分みたいな感じあ、本当ですか似てる、かわいいじゃあリオくんお願いしますダン自信があって堂々としているなんかそのパフォーマンスも行動もなんかすごくなんかキラキラしてる、うん、キラキラしてるし、嬉しいなんかそのパフォーマンスもすごく表情だったり、うんうん、その体の使い方とかもすごく上手だし、うん、なんかねすごく自信があるように見えて、うんうん、で多分その緊張するタイプなのかしないタイプなのかめっちゃするの分かんないですよ、見えないね見えないから、うん、そうすごいんですはい、もう内心すごい緊張してて、もうやばいです。立つ前とかもう足震えてますもん。そうだ。ガクガク、ガクガクって。プロだね、緊張感。いや本当に。さすがさすが。じゃあくるくるお願いします。じゃん。物怖じしない。スタイル抜群。とノアピーと一番最初に会ったのがこのオーディションの。PR 動画を撮影する時だったんですけどこう私が緊張するってずっとノーピに言ってたら大丈夫よってすごいそれ一番初めだよね一番初めオーディション初めて喋った時そうあのくるくるがなんか緊張するどうしようって言ってたから大丈夫だよってノーピらしいさすが人生何回目って感じ3回目です。めっちゃスタイルいいのわかる、うん、スタイルは初期のマイハみたいあマイハって感じありがとうございますじゃあ皆さん嬉しい言い残すことはないですかねはい大丈夫です多分大丈夫ですじゃあねいろんなね初めて知ったいい一面とかも見れたところで続いての企画に行きたいと思いますイエーイ、はい、続きましてこんな企画を持ってきました題して新メンバーキャラ発見テストわはい、このコーナーは研究生4人のアイドルとしてのキャラを視聴者の皆様に見つけてもらうためにアイドルの王道キャラの要素を検証する企画に挑戦してもらうコーナーです、うん、最初に検証するのはなんとあざといキャラです。あざとから
なね言い方がありますけど、中心に、はい、あざといキャラをですねカメラに向かって即興の胸キュンの演技をしてもらって、はい、皆さんがあざとさを兼ね備えているかをこう検証していきたいと思います。お題となるシチュエーションは一人ずつ違ったものをねやってもらいますので、はいはい、即興で考えてみたいな感じですね。ねここにねあるんですけど、ドキドキする。お題が、やばい、ドキドキ見てないんだよね。見てないです。いじりだよ。怖いよ。怖い。できないよそんなこと。めっちゃ怖い。偉いですね。はい、じゃあえまずアリス先輩がお手本を見せましょう。わあ。ありが先輩、すごい、発売でいますよ。そんなさ、これさ、お手本を見せましょうって言ってさ、自分でハードル上げてる。思ってないよね、こんなの。いや、見たいです。多分今見てる。5448人の皆さんが期待してる。アリサ先輩のお手本を。ありがとうございます。こんなの普段ね、やるような人じゃないんですけど、じゃあみんなが言うなら、はい、お願いします。お願いします。じゃあ私が挑戦するお題を発表させていただきます。アイスはもう知ってた、見てきた、じゃん。学校の帰り道、偶然見かけた同じクラスの男子をキュンとさせる人。おマジかマジか。じゃあサクッといっちゃいますね。じゃあリオツン、この振りを321みたいなお願いしてもいいですか。はい、いけますよ。3、2、1。ねえねえ、この後暇？一緒にドーナツ食べん？好きー。はい、ありがとうございます。やられた。言っちゃったんですよ。でそしたら、あ、違う、切ったってことだよみたいな言われて。
初めてそこで三発の言葉を覚えました。あ、覚えたの？感じだね。散らかる。そう。うんうん、髪を自分で切って散らかしちゃった。かわいい。かわいい。かわいい。ありがとうございます。続きまして2番目のチャレンジャーは。はい。ああ、来ました。りょうさんでございます。じゃあお題を発表します。はい。じゃん。徒競走で1位だったのに転んでしまった男子をキュンとさせる一言。へえ、こんなことある？え、じゃあ結局は1位じゃなかったってことですか？そういうことか。ゴールする時点で走ってたけど転んでゴールは4位とかだった意味だったんかな、かな、なるほどね。どうなんだ、落ち込むな。なかなか確かにないし、そんな決まったって感じ。いけます。はい、すごい。じゃあ、りおつんの徒競走で1位だったのに転んでしまった男子をキュンとさせる一言まで、はい、3、2、1。大丈夫だよ、私の中ではあなたが1位。おー、かわいい。さすが。すごい。男子だったらもうキュンってなってます。ありがとう。やられちゃう。プロだね。さすがだ。かわいい。かわいい。さすがでした。ありがとうございます。うまいですね、やっぱり。うまいですね。あざといキャラだね。あざといキャラ。クイーン。じゃあ3番目のチャレンジャー。はい。おお、あずみ様。この後はプレッシャーがありますね。いや本当ですよ。これ以上のもの出せないですから。お題を発表します、はい、じゃん。数学のテストが0点でへこんでしまっている男子をキュンとさせる一言。あれです、へこんでる続きですね。励まして、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 へこみ男子、へこみ男子。0点だったらしい。なるほど、ノーベンだったんかな。ノーベン。OK です。おお、みんなすごい。アイスだったらあと10分ください。数学のテストが0点でへこんでしまっている男子をキュンとさせる一言まで、3、2、1。大丈夫、次のテストの時は私と一緒に勉強しよう、教えてあげるけん。かわいい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 。ひらしまめ入れてきましたね。ひらしまめ入れちゃいました。さすがです。奥の手。かわいい。かわいい。弱いですね。そう、やられてましたか、広島弁に。先生できてる。やられてますね、皆さん。おかわいい。じゃあ、大鳥は。おくる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 にやってもらうお題は、やじゃん。突然の雨に打たれて、ずぶ濡れになってしまった男子を聞いたことがあった。難しい。かわいいですよね。本当ですね。今日めっちゃ迷ってたよね。外にいる。外、うん、外で。うん、うん、外で出会った設定。出会った設定かな。傘持ってなくて走ってたよね、外。うん、はい、雨の中。そういう変なやつに行ってくれ。大丈夫、OK です。おー、すごい。みんな早いですね。じゃあ行きます。くるくるの突然の雨に打たれてずぶ濡れになってしまった男子をキュンとさせる一言まで、3、2、1。大丈夫、私とあやい傘する。うわー、するー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 。あやい傘いいですね。あやい傘、雨でしかできない。するーってきてる。今やられてますね。この二人はできるよ今。あ、持ってきたもんね。カッパまで出してきてびっくりした。用意周到すぎてね。折りたたみ傘にカッパに。すごい。今日の東京の天気知ってたんかなってぐらい。いや、天気予報士ぐらい勢いで。午前中はのんぴお姉さんをやっていて、ぜひショールーム朝来てくださいね。すごい。天気を言ってるの。占っているので。すごい。じゃあ誰がいかったかね、コメントで言ってもらおうかな。お
皆さんどうでしたか？ちょっとずつ私が宣伝入れてきた。あ、かわいい、かわいい、キャン、かわいい、難しい。でもみんなおー、くるくる、ツンツン、よしかみんな、でもみんな可愛かった。さすがです、本当に学びました、私は。いや、アリス先輩も可愛かった。本当に、うん、やっためっちゃ可愛かった。ドーナツ、ドーナツ可愛かった。じゃあここは平和にね、次の企画にね、はい、次の検証もありますので、はい、行きたいと思います、はい。それでは次に検証するのはおバカ&賢キャラでーす。イエーイ。これはやばい、やばい、やばい、はい。続いてはですね、クイズ番組とかで活躍できそうな賢キャラと、逆に爪痕を残しそうなおバカキャラ、おバカキャラの要素があるかどうかを検証するために、皆さんに一般常識問題の早押しクイズに挑戦していただきますということで、はいはい、問題をね、私が出すので、はい、分かった人はもうみんな持ってくれてるペボンペボンペボンボタンを押して答えてください。はい、あ、おちょすごい、早押しなんでね、はい、頑張ってください。頑張ります。じゃあ最初の問題はこちらです。ダダン。2つのものを比べたらあまりに違っていることを例えたことわざ。突き立つポン。おすごい、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 知らん、早かったね、早かった、早押しが早かった、すごい、早い、勢いがありました。負けてられん。正解はスキとスッポンでした。イエーイ、すごい、すごい、1ポイントあ、指名されてか、ああ、私が当てますので、はい、答えてください。じゃあ第2問目ででん。いくら意見しても誰だ、ノーピー、早い、馬の耳に念仏。おー、この言葉は得意なんですよ。得意なの。そうなんです。正解は馬の耳に念仏でした。すごい、すごい。国語、国語得意。いや、国語苦手です。国語苦手。漢字が覚えるのも書くのも苦手で、うん、ことわざだけなんですよ。逆にすごい、いい学得問題だね。ことわざ、ね、じゃあ第3問いきます。ドはドーナツのドで始まるドレミの歌、この曲に出てくる楽器といえば何。ちょっと待って、あ、なんだろう、くるくる、ラッパ、ピーン、あー、あー、全然出てこなかった。一個出てこなかった。まだそう、うん、そう、そう、頭の中で、その辺でした。ラッパのラー、正解はラッパでーす。イエーイ。こういうパターンもあるよね。頭の回転系だね。頭、じゃあ第4問目。和食に欠かせない調味料の頭文字を表した料理のさしすせそ、せは何の調味料。せ、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 家庭科の問題だねこれ。せなに、せ、せ、セミ、セミ、セミ入れないでください。お、あずみん、背脂。背脂、はい、ロッピー、セミ脂。せ、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 せく、せけ、せな、せこ、せす。なるほど、ヒントは、なんか せから離れていい感じ。醤油。おー、え、なんで、答え書いてあるもん。答え書いてある。正解は醤油です。あ、でも正解だ、すごい、そうなんだ。私は背油、背油、死は死
が醤油じゃないですか。確かに し、うん、しは塩かな。あ、塩だ、ね、確かに。そうなんだ。いや全然最初分かんなかった。分かんなかった。カンニング見ないで。封印されました。封印されたね。封印されてしまった。ノーピにね、あの1ポイントあげます。イエーイ、カンニング。続いての問題いきます。フランス料理の三大珍味といえばトリュフ、フォアグラ、あと一つは何？おリオツ、キャビア。あー、それだ。イエーイ。え、なんで分かったの？急に、なんか出てきた。うん、正解はキャビアでーす。どうしてだって、私もわからない。すごい出てきたのがすごい。これをさ、なんか言ってた曲あったよね。なんか昔流行ってたよね。トリュフ、フォアグラ、キャビアってね。あったよね。かわいい。リズムだよ、リズム。ちょっと待って。アニさん。あったよね。ジェネレーションギャップが分からない。まさかの分かんない、嘘。初めてジェネレーションギャップ感じた。マジか。悲しい正解です。ありがとうございます。おめでとう。それ知らんのに答えれたの逆にすごいね。そっちの音しか出てこなかった。続いての問題いきます。じゃん。水泳、自転車、マラソンの3つの種目を1人でこなす競技を英語で何という？おっ、くるくる。トライアスロン。わー、すごい。ちょっと今の汗のアピ焦ってる。正解はトライアスロンです。すごい来てた。なんかパッてきました。さすが。さすがですね。聞いたことあるぐらいだわ。ね、全然出てこなかった。ダイアスロンでした。すごーい。お、続いての問題に行きます。じゃん、漢字だ。あ、何か読む。はい、誰だ？鮭。はい、あずみん。恋。あ、こっちか。広島の恋ですね。広島だから、ね、今回は恋です。恋が恋をした。恋広島の恋をした。やっぱカープだからね。カープです ね広島のカープがです、ね、じゃあ続きまして、はい、じゃん。一日にしてならず、すべての道は通ずる。早いことわざ。マーピー。一歩の道も千里から。お、うん、間違えた。間違えたね。通ずる、この両方のことわざに共通する。イタリアの首都を答えてください。イタリアの首都、ことわざじゃないね。この首都を答えて。イタリアの首都、イタリア首都、イタリアの首都、パリ。おお、あれ、フランスのパリ。フランスか、パリ。イタリア、なんだろう。ナビ。イタリア？ローマ。おー、正解。すごい。すごい。え、ちょっと問題がローマ。わからなかった。ね。どういうことだ。どういうことなんだろう。ちょっと待てよ。このことわざに共通。いや、イタリアの首都といえばローマじゃないですか。うん。このことわざに共通してるらしい。でもローマ。なぜ？わからない。なぜだ。なんでなんだろう。ローマは一日にしてならずっていうことわざがあるらしい。ああ、なるほど。ローマの道が通ずるみたいな。初めて知りました。すごい。なるほど。学びました。学びました。続きまして、じゃだん。ボーリングのレーンの両脇にある溝を英語で何と言うでしょう？お、やだ、りょうつん。え、いいの？いい、くるくるで。くる、ガーター。わー、ガーターか。ボーリングめっちゃ行った？いや、なんかいつもガーターの、うん、あのやつを上げるんですよ。ああ、落ちないように上げるから。覚えてます。さすが、すごいガターらしい。あ
ガタ、ね、うん、ガタ、ガタです。ガタガタみたい。これがラスト問題。わ、早い。ラスト、ラスト、はい、成績を発表させていただきますね。あ、もう終わったんですか。終わった。ラスト問題でした。じゃあ、1位。1位は、ノアピー。わー、すごい。やったー。嬉しい。ありがとうございます。最年少。ことわざチャンピオンです。ことわざ。続きまして、くるくるとりおちゃん。イエーイ。同率。同率2位。最年長なのに。バカキャラがすごい。最年長が一番。最年長がすごい。すごい。優秀最年長だ。いや、思って予想していた結果とはまた違いました。どれを予想してた？ちょっと全然正解できないものが来ると思っていたので嬉しい結果となりました。ありがとうございます。さすがクイズ番組たくさん出てもらって、ことわざ、それは多分無理。楽しかった。以上、おバカ&かしこキャラ検証でした。イエーイ。ありがとうございました。はい。ではついに次がラストの検証になります。お、最後に検証するのは、絵心ある&画伯キャラです。わー、はい、研究生の4人が上手な絵が描ける絵心あるキャラなのか、それとも独創的な絵を描く画伯キャラなのかを検証していきたいと思います。みんな共通のお題のイラストを何も見ないでこう頭の中で記憶をね巡らせながら、制限時間1分で書いていただきます。1分短い。大丈夫、訓練をしている。訓練したの。すごい。訓練はしてないです。訓練はしてないです。なんと私も書く。書く。おお、やった、頑張ります。じゃあ気になるお題を、はい、発表させていただきます。お願いします。お願いします。こちらです。どんなだったっけ。できない。なんか分かりそうで分からん。確かに。ピカチュウ。難しい。書いていいの？うん。これはここに書けばいいんですかね。私は OK です。はい。あ、そうか、1分か。はい。はい。じゃあみんなでピカチュウを書きましょう。はい。はい。制限時間1分です。よーい、スタート。ピカチュウ。ピカチュウは、あ、待って、これ絶対違う。全然わからん。どうしましょう。これは自信あるぞ。マジ？待って。え、早い。やばい。なんで？間違えた。オーマイガー。早い。可愛いピカチュウになってしまったわ。これはピカチュウじゃない。あ、わからん。ちょっと難しい。難しい。めっちゃ難しかったです。難しい。書けました。できました。じゃあこれはもう一斉にオープンしましょう。みんなで一斉ので、はい。何ですか。でで、ピカチュウ。ピカチュウ。くるくる。ノアピうまい。かわいい。間違えました。絵心がある。間違えましたが、耳そんなだったっけ。ギザギザ。ギザギザ。え、こっち。なんかすごい。ギザギザの尻尾なんです。頭はとんがってるんですよ。あ、だけあずみちゃんが一番正解かもしれない。あ、ほんと。確かに。あ、うまい。わかる。ピカチュウだ。ピカチュウ。くるくる、ただの猫かな。かわいい。個人のショールームの配信でピカチュウ描いたことあるのに思い出せなくて。これは自信あるぞ。やばい。でこれの耳もなかなか。いや、矢印だったくない？
どうだったっけ。矢印バイキンマンだ。あ、そうか。ガープ、みんなのガープうまいね。ガープうまいね。絵心がかわいい。かわいい。ポケモン好き。ポケモン好き。あ、そうなんだ。好きなんですよ。カードを持ってます。すごい。分かりそうで分からんの問題だったね。ですね。難しかったです。なんか難しかった。判定難しい。眉毛があるんですよ。お題、あ、絵心はこれで終わりですね。おー、はい、おい。皆さん4人の新しいキャラは見つかりましたでしょうか。どうですか。新しいの見つかりましたか。もうノアピ優勝できてる。あ、やったー、嬉しい。ありがとうございます。リオンつんのは宮島の鹿から確かに鹿ガープがバレましたね、みんな。確かに尻尾も矢印、尻尾も矢印、全部矢印。じゃあということで、あっという間にエンディングらしいです。早い、あっという間だ。ここでギフティングのランキングを10位から読みたいと思います。はい、じゃあいきます。10位チョル太郎さん、ありがとうございます。9位しおちゅうさん、ありがとうございます。8位まやさん、ありがとうございます。7位かめぴこさん、ありがとうございます。6位ポムさん、ありがとうございます。5位よしさん、ありがとうございます。4位さかじいさん、ありがとうございます。3位ロー、あ、なんだロシックスさんかな、わかんない。ありがとうございます。ありがとうございます。2位アピさん、ありがとうございます。そして1位はドルル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 ルチェキが、あ、みんなのサイン入りチェキがね当たるんですけども、うんうん、番組終了後に1週間以内にショールームより番組特選当選のお知らせというメッセージをお送りしますので、ショールームの受信ボックスをご確認ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プレゼントの受け取り方法はお送りしたメッセージに記載されてあるそうです。メッセージを受信されてから30日以内にご対応をお願いします。もし30日を過ぎてしまいますと当選が無効となります。ランキングが、あ、ランキングが変わっ、違った表示が違うんですかね。ね、ランキング、あっちの画面とこっちで。あ、そういうこと。ああ。キャー。あげないよ。確かに。謎ランキング。謎ランキングらしい。あ、累計。ありがとう。ありがとうございます。で、改めまして。じゃあ10位からいきます。はい、10位スーパーオノレットさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位マキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位東京特許局局長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位ピッピッピさん、ありがとうございます。6位ヤスちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位は南波のひさとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位しゅんちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位はサカリーさんかな、サカリーツーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位はムニエルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ1位はハートのなんか絵文字さん、ありがとうございます。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 はい、こちらのランキングですね、合ってますかね、の上位3名様にプレゼントが当たるようです。よろしくお願いします。お楽しみに。お楽しみに。
それでは、じゃあお知らせをここで告知をしたいと思います、7月10日にね、5周年コンサートが延期になった5周年コンサートが決まりまして、はい、広島のグリーンアリーナっていうところでね、はい、ST48 5周年コンサートさせていただきますので、ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ終わりの時間が近づいてきましたが、みんなどうでしたか？はい、いや、とても楽しかったです。楽しかった、楽しかったです。本当、言い残すことはないですか？はい、最後にアリさんと一緒で良かったです。好き。アリさんもでも本当にね、コミュ障だからこういう機会がないとね、みんなと喋れないんですけど、すごい嬉しいです。仲良くなれた気がして、はい、私も縮まった気がして嬉しいです。嬉しい。いっぱい美味しいもの食べて帰りましょう。はい、いたね。はい、じゃあ最後までご覧いただいてくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも ST48 そして研究生の4人の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本日はここまで。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。